和斌哥现在在首都高的大黑停车区，然后来这边拍改装车。日本的一般周末他们日本玩车的都会来大黑这边聚集。哦，这个声音，その時に一番好きになった車はこれ。5歳の頃から好きになって今29歳だ。あ、29歳。そう、24で買った。あ、すごいすごい。そう、自分の夢本当に叶えて。大変だけど、でも本当に欲しいんだったらもう頑張って頑張ってやれば人間も何でもできちゃう。多分280なんだけど、多分300馬力が出てる。今は300あるかないか。はい、すごい。もう6月になったらあの ECU、また別のやつだ、リンクにして、まあ、350馬力。あ、これ。あ、この3つね、三連ディフィー。そう、こっちが、まあ、オイルプッシャー。これオイルプッシャーで、こっちが、温度。熱いか冷たいか。で、これウォーターね。で、これが、燃焼系、はい、ガソリン濃い薄いみたいな。はい、ありがとうございます。気をつけて。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
タカーの車です、はい、例えばのアレックセブンとアレックセブンとか、スカイライン GTR86 たくさんの日本のスポーツカーレンタルできる。このエンジンを見せてもよろしいですか。はい、どうぞ。普通のエンジンは例えば V エンジンが V エンジンとか、はい、ラインエンジンですよね、はい、でもこれは三角ライン、三角、そう、その三角のパーツが海外のみんながドリットと呼んでいます。あ、これドリット。おお、わかりました。ドリット、おお、わかりました。そう、三角、それですから、その形が、その形ですから、みんな海外がドリットって呼んでます。わかりました。車に戻り、車両の移動お願いします。お願いいたします。パーキングは閉鎖です。この車検査中場所じゃないですよ。比较温柔的执法，刚我们走了。